喫水の浜っ子の私がいるのは赤レンガ倉庫前です。1974年までに生産された車を中心に100台以上ですかね。好きですよね、クラシックカー。私も好きです。集まってます。改造すると止まらなくなっちゃうのでミラーもこれ付け替えてらっしゃるんですか。北米のミラーっていうのは、あ、全然平気なんだ。たまたまあったけど、1967年、昭和42年、55年前。すごい。なんでこんなビカビカのんですかね。舐めてる。舐めてるからね。舐められますよね。乗っててこの状態ってすごいね。ね、そう、普通に乗ってますよ。すね、え、そうなんですか。あの28度、買い物行ったり、スーパーに買い物行ったり。28万件。どれですか。はい。普段見れないからな。会えないですよ、こんな。そうですね、なかなか。そう、あの売れた割にやっぱ残ってなくて。そうですよね、大衆車なのでね。ね、何年前から乗ってらっしゃる。25年前から。あ、そうですか、はい、25年前が手をかけてこの綺麗な状態を。こんなに綺麗ではなかったですね。そうですよね、はい、この状態になったのは、この状態になったのは7年前にボディ1回塗り直して、あ、その時にエンジンもオーバーホールして。これ当時のものは東芝のライトなんですよ。当時のライト。綺麗すぎる。うわー、これはすごいな。シートはね、張り替えてるんですよね。もともとどの状態？もともと黒で、ま、中はちょっと布の生地でも、あ、はい、そうなんですね。タイプだったんですけど、やっぱりもう破れちゃったりしてて。いいですよ、座ってみてもらって。 ありがとうございます、はい、じゃあちょっと失礼しちゃおう。失礼します。いいですね、このサイドブレーキ、うん、全く余計なものが一切このシンプルで綺麗だな。アクセルペダルとかブレーキペダルもそんなにあの窮屈じゃなくてねえ、あの足元が。またこのステアリングがいいですね。ヘッドレストがないんで、割とこう室内が割と開放感があって、確かに窮屈さを感じない。うん、そっかそっか。 上はこれ、これでも張り替えてるんですよね。そうですね、綺麗、うん、これがまたいいね。シート楽ですね。そうですか、うん、うん、そう、そんなに。ありがとうございます。いやー、感激、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。カチッとしまって、トヨタです。結構テールとかも小ぶりでねえ、シャーレー。ここってもともとあったんですか。もともとそうなんですよ。テールのデラックスって、デラックスは金なんですよね。あー、そうなんだ。もう鉄でつけたってぐらい綺麗。そう、だいたいみんな白っちゃけちゃってるんですけど、うん、あ、鍵なんですね。鍵ですね。いい。あ、嬉しい。おー、いいですね。こんな感じです。たまりませんね。いいわ。ありがとうございます。へー。それから体を曲げて乗ればいい。作って出る味じゃないですかね、いい、これ。はい、ありがとうございます。もう、これ見る。ペダルまで届く足が。ギリ届きますけど、踏み切れない気がする。助手席にあのうちの神さんが乗ると届かないんで、はい、あれがだから台が、ああいうのがないとこう踏ん張れないんで。確かに。スーって。ありがとうございます。もう全部オリジナルのままですか。ほとんどそう。だから67年ぐらい前。もう超かっこいいんですけど。測定して、わー、
どうしましょう。お、すごい、すごい。ありがとうございます。貴重なのよ。私まで行こいちゃう。うわうん、考えられないですし、こんなもう生きてる間にちょっと座れたことが嬉しいですよ。座るわけでしょ。ん？そうだね。ほら。もうね。いや、これ。ちょっと撮ってください。こんなね。今の車はないよね。ないです。開けるところからやろう。うわぁ。贅沢だよね。もうラグジュアリーの最上級、うん、これなんかは何だか知ってます？ここから飛行機が来て、はい、で、これを、はい、もうあの昔エアコンがないから、はい、あーすごい考えて作られてる。一本の丸木ですから。そうですよね。だからこれを、まあ、あの塗装し直してなんだかんだで、それだけで1年と2ヶ月ぐらいかかった。色を塗るだけで。ある芸能館の人がこれが欲しいんで。でも勝手に手放しちゃいけないんですよね。ベンツ本社の認可が入った。今ね、その時計だけが今故障ちょっとしてるんで。あ、これですか、うん、すごいな。本当はね、音がしたん。カチャカチャカチャ。へぇ。でもね、日本人で直せる人もいるんだ。あ、じゃあまたドイツ行った時に出すしかない、うん、時間とか出しちゃうと壊されちゃう。そうですよね。あ、でも落ち着くでしょ。え、すごく落ち着きます。だけど本当ね、ショックがね、本当にだって普通だとこれだけだよ、まあ、ねえ、なんて優雅なドライブ。おっとりおっとり、とっても心穏やかに幸せな気持ちになる時間を過ごすことができました。私のゆかりあるこの地でいいでしょ、赤レンガ、とても落ち着きます。このような素敵なイベントを見に来れてよかったです。皆様いかがでしたでしょうか。またねー。